さあやっていこうか、景気よくぴょん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 からのオラオラオラ普通に乗った人が始まったっぺということで、ブルーホースです。こんにちは。と続きやっていきましょうか。ドゥン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 で、ここまでで何ら一撃レッサチェここいらで何ら展開をしないままに、じわじわっとこんなところまで3パート終わったところなんですけど、4パートいこうか。でなんか立ってるな、こっちをチラッと見ているやつがいるんだが、いや見ていなかった。おいこっちちょうだいちょうだいちょうだい、おしまいです。 DEATH と書いてです。でもうね、あのね、何をどう進めていったらいいのかっていうのが全く分かんないまま埋まっちゃったんで、なんだなんだな、これどうして爆発するとか、どういうなんだなんだなんだ、死んだべじゃないですか。エジプトの世界へようこそおいでな、進まれました。で、上限を超えて回復することはない。はい、ありがとうございます。閉じる閉じる。ん、あ、消えていった。やつはどうやら屍のようだ。でね、なんか、あれなのかな、なんかね、兄貴に、おめえまたやってねえのかよ、さっさと俺と一緒に遊ぼうぜってフルボッコに言われてる感じになってるんで、ちょっと待ってね、お兄ちゃん、僕どこ行ったらいいか全く分かんないで、未だにさまよって死にまくってるんですっていう話をしたら、とりあえずなんか、バレてないよね。今日は PC の調子が悪いのか、若干カクついてる気もするんだけど、近づいてきたアタック、ドロロワドロミオ、私はゲットいたしましたでございます。で、走って、そうで、なんか大っきりとりあえず会え、女に会え、この野郎って言われて、で、女に会うことで、なんか次の展開に進むことができますぜっていうことを言われたから、とりあえずじゃあ女に会いましょうかって。で、こんなさ、もうさ、いつ死ぬかもわからない世界でさ、女だったらさ、もうやることって言ったらもう一つしかないですよね。助けてくださいって、もう心の底から全力で懇願するっていうだけだよね。そう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 、もうやると書いてもあれですよ、もうあの HTTP ですよ。なんで S の話が出てきたで、なんかいろいろわかんないけど、とりあえずなんかこう今日撮ってたらいいんじゃねえか説があるよね。ピョイッとなって押すいて、でほい、これな、素材を取る、違うわ、死体だったわ。で、あそこに行きゃいいのか。そうか、だから道行けばこの先何百メートル左ですとかって、これはついまたつまらぬものを切ってしまった。そうなんですよね、だからおにゃにゃの子に会って助けてくださいって、どうか私の欲を洗い流してください、あなたのあれでっていうような話になっていくのかなとは思ってるんですけど、ていとりあえずなんかね、あそこにいるんだよね。あいつは敵か。はーい、僕通りすがりの無敵だったわ、ゴリゴリに敵だったわ。助けて、ふざけてて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 石門、じゃあ石、関門橋、下関から渡り陸地へ向かえ、何にも出てこない。おい、あ、なんかいっぱいいる。しかも狼まで、狼やばくないか。え、これ こっちで合ってんの？あそこに行かなきゃいけないんだな。あそこに行けばなんかでさ、あのなんかね、あとね、もう一個聞いたのが、死ぬとレベルが上がんねえって言われるから。もう俺じゃあもうレベル上がることなんか一生ないじゃんと思ってんだけど、あぴょんいっとなっと一歩的に引き付けましょう。お前そのところダウンを、あ、もう引き付けたよ、マジでずっと俺のターン、ツイン、オッケー、スンなんか飲んじゃった、あ、なんだか間違えた、アイテム、この先馬はないぞ、いわば犬を5勝見あれ、
犬食べろってか、なんて恐ろしいこと言ってるんだ、それは俺だ。で、あそこの中に行けばいいのか、なんかすげえ金粉が漂ってる。金、うわー、え、なんかやべえやつがいなかったか今。よし、で、あいつには今バレてない、バレてないやから、いやー、ゴリゴリに向かってきてるんだ、ゴリゴリって向かってきてるから。で、ここに行けば、あー、祝福に触れられますせって話なんだけど、すげえ向かってくんな、諦めてくんねえかな。しゃがめばバレない、バレてない、バレ、めっちゃバレてるわ。だったら向かってってやろうじゃねえか。ずるいのじゃねえか。よくわかんない屍、なんか手に入れた、あれ、これなんか何かを手に入れたぞ。あのね、いまだにね、よくわかってない。そしてなんか、あの、いつの間にか、あの、あれ、ちょ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 、あれ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 、違う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 、あー、え、あー、こう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 、で、なんか向こうに向かってて、あー、太陽、日が沈む、うわー、なんか完全にデュークがいそうなやつだな。メッセージを、この先にアイテムがあるぞ。俺はその言葉に何度騙されて死んだかっていう話なんだよな。ぴょいっとぴょいっと、さあ、切れるぞ。まあ、ハリーポッターに出てくる亡霊みたいなやつだな。おにゃら、開けろ、罰金で、仕方ないから、とりあえずこの中に入っていくしかないよね。じゃあ行くか、走る走る俺たちと、シュ、あー、なんか触れちゃった、祝福に触れちまうと、なんかロストリバーデルタへようこそ、インディージョーンズの世界に。でも、とりあえず休むしかないよな。これでなんかあれだろ、いろいろ復活するんじゃなかったっけ。え、ちゃ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 、あ、おう、え、なに、これが言ってた例の女の子が現れるやつ。なんだ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 、とりあえずムービーっぽいから黙ろう。Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord.何、おっぱいを見せる代わりにありったけの金をよこせってか。指の巫女様、They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. これなんでこの世界の人たちはみんなさ、声のハウリングしてるの。わたたたた、わたた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 。で、あなたには巫女様を、私はする。おお、そういうことですね。はい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 。Turning runes into strength. ルーンをあなたの力にすることができる。エルディに求めるのは、きっとそれはきっと役に立つ。You need only take me with you. あ、いいですよ。うん。やっぱり。To the foot of the earth tree. たくさん人が欲しいし。よし、じゃあ取引しましょう。I understand. 信じ、え？ I'm asking you to put faith in but a stranger.Yet I'm certain that we can reach an understanding. Ah, ah, ah! I'm now going to do it. I'm 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 going to do it.何も記憶がされていない。はい、戻りましょう。で、木箱の整理。ああ、そう、ここら辺がね、待ってね、よく意味が分かってない。指切り、ゲーマン、嘘ついたら、ブルーホース、うちのメスとで。え、これ、もう一回これでやると出てくる？祝福で呼んでって言われたんだけどさ。ああ、いた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 。取引しましょう。見えた！白。でも実はスカイブルーだったりかもしれない。よし、え、これなんで俺さ、今さっきさ断るになったんだ。ね、取引しましょう。いやっしゃー、しかもすげえ丁寧。あな、ルーンを力にするときは祝福で私を呼び出してるし。あ、何、こいつとなんかイチャイチャするとレベルが上がるってか、それ男としての磨きが上がるってことなのか。ああ、エルデンリングゲットしました。ゲームクリアです。タラタタタタタタ。
レーバーの指摘。Use it to traverse great distances。遠距離をかけるときはトレント、あ、エポナじゃないのか、シュンバの霊を呼ぶことができる。お化けに乗ることができるのか、なんかもうハリー・ポッター様様って感じだな。それともエクスペクトパトローナーもであれかな、守護霊でも出してくれるやつなのかな。で、なんだ、レベルアップ、あ、レベルアップ、ルーンを力にしましょう。もちろんです。ルーン、たる、少し、あ、そん、そういうお店だったんでございますね。すいません、男なんだなんだ。ルーンを消費し、能力値を成長させることができます。能力がいつつ、レベルも1が、レベルが高くなることに、なんかずっとベラベラ喋ってんだけどさ、わかんないんだよね。で、これ何をどう消費する、所持ルーン1700で、使用ルーンが793っていうことですね。進行。証拠、絶対言っちゃいけない気がする。生命力11、精神力、持久力、筋力。あー、なるほどね。これをこうすると、HP が455になります。ちょっと待って、足らないくさ、必要ルーンが793でしょ。で、こっちに、筋力、足りないってことはもう、こうするしかないじゃないですか。あ、なんだよ、全然、必要ルーン、所持ルーン。こうすると、次がレベルアップできないよっていう話か。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、攻撃力重視でいきましょう。よし、じゃあ、ラチャチャー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 って、それは勝った時の音楽だな。じゃあ、9で戻る。で、これでオッケーかな。じゃあ、立ち去りましょう。で、協力し、なんだ。レーバーの種類、霊媒師、霊死亡しても最小化できるが、一つ消費されます。もうこのね、言葉が難しすぎてよくわかんねえんだよな。よし、騎乗位中、なんだ、メニュー。はい。これはまあ、おい覚えていきましょう。で、こっち行きゃいいのか？あのね、ゲートがどこで、嵐の関門。嵐を呼ぶ5歳児ってか、なんだ、うお言うてる。お邪魔しましたー、さよなら。わあ、なんかでっかいの来た、こっちの来た、無理、あんなでっかいの無理でしょ。なんでいきなりさ、あの進撃の巨人が始まってんの。チャ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 ラチャチャチャラブーン。仕方ないからちょっとあいつを倒してルーンを稼ぐしかないよね。あれでも倒すことでさ、ルーンって稼げんのか。でも今もうスズメの涙っぽいよね。おー、しかったっていっせいっせいっせい。オッケー、じゃあ、死体を荒らす。ある、なんか出てきた。さあさあ、呼ばせるか、呼ばせる。一対一で戦うか、めちゃめちゃこっち見てる。あいつ絶対倒せないでしょ。こんなし、なんだ、この先朝はないぞ。なんかせいって言って向こうを見てる。これはなんかアイテムか。アイテム拾う。やった、マップファウンド。よし、ドゥルンドゥル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 。お腹でよかったな、頭じゃない。ういー、あー、ルーンが一応稼げてるのかな。ちょっと待ってね、でもマジで何を進めていったらかわかんない。あー、バレてる、バレてない。あ、よかった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 。なんかすごい、なんかあのスーパーサイヤ人みたいになってる。メラ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 してる木の。よし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 。基本的にはもうね、死にゲーということにビビり散らかしてるからさ、全てのパーティーをこれまでもうあまたもう死をね迎えているからさ、もう慎重に行かないといけないんですよ。なんであいつ目の前で仲間が惨殺されてるのに気づかなかったんだろう。どういうこと。しちゃいっか、バレてない、バレてる。おおさんの勝ちだ。やはり宝箱かということで、はい、あー、なんかよくわかんないけど、とりあえず評価しましょう。宝箱、あー、宝箱あった。じゃじゃーん、じゃるじゃじゃじゃるじゃ、ごまだれ。なんだ、フレイル。これなんかさ、アイテムがインベント、ちょ、間違えた。違う。なんかいっぱいあるな。置かれた場所で光を放ちます。黄金ルーン。黄金ルーンとか売ったら高いとかなのかな。で、これ今、ないもんね。
これをこうすることで、これレベルがアップすると、操縦度、免疫力が下がるけどなんか強くなるみたいな 9.5、 ああ上がってんだな、ああじゃあこっちにしましょうね。でこれは相変わらずない、これも相変わらずない、これも相変わらずない、ああなんか縦ある、縦はめちゃめちゃ下がってますやん。炎カット率は、ああだからあのバルバジオと戦うときはこいつを使った方がいいぜっていう話ですね。 OK で、え、でもここじゃなくて結構あっち向かって行けって話なのかな。関門橋、山口県へ行けってか。狼が言うんだよな。こっちからバレないように、あいつが動かないように。おー、バレた、やばい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 、超強い、超強い、超強い、やば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 い、超強い。このパートでは知らないで済むかなんて信じてたのに、信じまったよ、オラは信じまったな。最後に訪れた祝福の計、ルーンを取り返しに行かなきゃ。そういうことだね。ルーンって要は金使ってレベルアップしろと、この絵は全て金だと、世界の全てをそこに置いてきたってやつだな。あれ宝の全てだったっけ。とりあえず大海賊時代の始まり始まり、朝になってます。ってことはここにも宝箱あるってことだな。てかあいつなんかめちゃめちゃゴリゴリに強かったよね。ってことは後ろからさ、ぶっ刺してもさ、一撃必殺できなさそうな雰囲気もだよね。どっちのとこっと、よし、オッケー、じゃあ開けましょう。何が出るかな、何が出る、あ、なんか体験手に入れた、なんだ装備、しみた君主の体験、重量はちょっと上がる、ただ物理、あーでもなんかいろいろ下がるんだな。フレイル、これ何、炎、まあまだまだ味方が分かんないね。ちょっと誰かの攻略サイトでも見ようかな。攻略サイトっていうか、その誰かが実況プレイをしてるところでも見ようかね。でとりあえず死んだところにルーンを取り返しに行かないと、ルーンが失われちまうっていう話なんですよね。で2人いるんだよな。よし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 、待って、めっちゃ見てるやつおる。なんでバレてへん。いやー来たね、ゴリゴリに来たね。あーさよなら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 。なんであいつはバレてんねん、なんであいつだけバレてんねん。やばいやばいやばい、ああ見失った、見失った。よし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 、しゃがめ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 、静かに静かに、よし今です、仲間を呼ばせる。さあ、スニーキングミッション大失敗の脇で、俺が死んだ場所どこよ。俺が死んだ場所どこ？わかんないからとりあえず。無理じゃねえ！無理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 、ごめんなさい、許してください。おお、なんかいっぱい来てる、いっぱい来てるいっぱい来てる。走る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 。てかなんであいつ通せなかったんだ？あいつがまずそもそも刺さなかった。やばいやばいやばい。あれ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 、なんかローリングターンができない。違う、なんで俺押してないのに。やばい、燃えてるって、あっちの逃げろ逃げろ。はいはい、もうずるいです。ルーンが400だか500だか溜まってたのがもう128になって、全て失ってあいつら満足していった模様です。こっからどうしたらいいの結局。さっぱりわかんねえ。攻略サイトをちゃんと見ましょうっていう話なのかな。そんなぐったぐだなのさ、例えばなんだろう、実況じゃなくてさ、あれでやるんだったらまだマシかもしんねえべ。ライブとかでさ、やるならみんなでさ、わちゃ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 いながらとか、これ実況で見せられたらたまんじゃねえだな。同じことの繰り返し。オッケーで、これは空いてる、このこれは空いてんだな。死体を漁れません。じゃあこっち向かってってみるか。何が起こるんだってね。えよし、じゃあ行くか。なんかいるんだよな。上にいるわ、めちゃめちゃ上にいるわ、痛い。ほい、あれ
あ、ここ完璧に来るような場所じゃないね。逃げろ、走り逃げろ、走り去れ。後ろを振り返るな、後ろを振り返ったら最後だ。そうだ、逃げろ、ノロノロさんはゲット。そして何か、いっぱい死体が湧いてくる。いけいけ、なんかすごい飛んできてる。え、は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 え、ちょっと待って、勘弁して、体力が、なんか、大物種ゲット。やばい、とりあえず、行けるところまで、駆け抜けていけ。走れ、お家が見えたけど、あっちにも狼っぽいのがいる。というか狼じゃないな、羊だな。よし、じゃあ羊に向かっていってくれ。羊に向かえ。メッセージ読めなかった、読むことができなかった。ここは一体どこ、私は誰、ミューツーな。やばい、人力の巨人がいっぱいいる。はあ、ここどこ、狼どこ行った。進撃の巨人がいっぱいある。やばいな、これ壁の外だったのか。壁の外に来るとこんな世界が待ち受けているのか。うわぁ、よくぞ立ち、うわぁ、やっぱ駆け抜けていくんだな。こうやって逃げていけばなんとなくたどり着けんじゃねえかっていう気もしてきたけど、んなわけやねんだな。で、結局これは合っている、間違ってる、マップを見よう。で、俺はどこに行けばいいの、ここどこ、私は今どこに行った。エレの教会、法に行って、導きの始まり行って、関門に来て、ここにいると。あー、なんか湖もあるし、廃墟もあるし、で、なんかこれ何？全くわかんねえ。誰か助けてくれ。コメントをたくさんお待ちしております。やべえなぁ。これだって戻るわけにもいかないしね。慎重に、やるやろ、オッケー、死体を渡って、おい、細い、この骨手に入れたところで何か意味あっとけって思うんだけど、ついにくるっと死体は渡れないのか、ぐにゅぐにゅや。なんか最近 Facebook なんかでもさ、動画とかを見てるとすげえなんか動物が動物を食うシーンのなんかムービーが流れてくるんだよな。あれ結構残酷な天使のテーズだよな。あ、もしかしてラフテルか、ラフテルじゃなくて、なんだっけ、ラフテルじゃなくって、なんかあったよね。とりあえずお家までたどり着いたしさ、ここでなんか、あー、来た、祝福の儀式を始めようじゃないか。いないよね、周り。大丈夫だよね。よし。ロストジェネレーションゲット、ありがとうございます。で、祝福で休みましょう。体力ゴリッと削られたから、そして今のうちにプロテインを飲む。聖杯、使用回復を増やす。違うな。回復を高める。あ、聖杯に雫を、あ、なるほどね。だこれを使えば、やった！ってことは4回くらいできるようになるのか？さあ、私の唯一の癒しね、リナちゃん！この小さな金、金の灯火は黄金樹の祝福。それはあなたたちが、かつてその瞳からなくしたもの。あ？そして今はあなたたちを導くものと聞いている。あなたには見えているのでしょう。そうです、あなたの立派なスカイブルーのオパンチがって、なんかそういう話をなんか最近芸人がしてたような気がするんだな。ここは何、一生見るなと話すの。断壁の城、違う、断崖の城、ストーンビルには破片の君主の一人がいる。エルデン帝国でその一部を宿したデミゴッドの一人か。もし祝福の光の筋がそちらを指し示しているのなら、やはりあなたはエルデンリングに導かれている。ありがとうございます。あなたにはそうであってほしいと願ったり叶ったり。 OK、 よし、じゃあこれでメリナと話すことはないってこと。あー、これ飛ばせないみたいですね。すいません、少々お待ちください。ダラッダッダラ、またあの収録の始まっているところなので、私はその間にワインを飲む。何を飲んどるんだべや。
As an ally I've had, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. よし。オッケー、大丈夫ですね。じゃあ立ち去りましょう。で、これでスーンと出てきた。で、何かが、あ、なんか下、え？ここにはどうやってんの、これ。え？乱球のボルヤ。話しかける。みんな、私と共に狭間に来て私のために戦ってくれた人たちが。They fought. For me. 笑ってるで、こんな手を切られ、足を切られ、首を切られ、雲の一部になったのですって言うてんのに、めちゃめちゃ笑ってますやん。手を切られ、足を切られ、首を切られ、雲の一部になったのです。OK。知ってますか？雲に人はさなぎになるのですよ。疲れた。なんだかおかしいことですね。絶対この人って横座り、何、お構いになりなさいってことと、あと話しかけると、あなたお一人なんですね。そうなんです。未だに独身なんです。ストーンビル、ストーンビル。白面の方の甘い言葉のせいですか、それとも雲の一部になりたいのですか。雲って何、ハンターハンターですか。だとしたら私と同じですね。ああ、お前もやられた口、そういうことですね。まあでも、あの白面のやつに関してはボコボコにされたけど、最終的に俺が勝って殺しといたから、まあ安心してけど。まあ、だかよ。みんなと同じになりたいのに恐ろしくたまらん畜生なんでございます。私は卑怯。いや、大丈夫。そんなことないよ。裏切り者だよ。一緒。一緒じゃないか。裏切りと卑怯はまた別だもん。卑怯一歩。で、うわぁ、随分と。鍵か、鍵どっかにお邪魔しまーすってか。ってかめ、ずっしんずっしん言うてる気がするけど大丈夫か。じゃあとりあえずまたあれかな、道なりに進んでいったらなんとかなるっていう感じか。それともこのなんか金粉の辿っていった先に実は正解に導かれるとか、そういうオチなのかな。いやちょっとそろそろ兄貴を召喚してさ、助けてドライバーってやらないとやばい気がするんだよな。ここ登ってはいけないと。 OK、 よし、じゃあ道なりに進んでいきましょう。 600m 先コンビニエンスストアを左です。まだ時間もうちょっと余裕あるね。もうちょっと進めていきたいんだけど、なんかやばそうなのがいっぱいいるな。そう、まあ、1対1だったらいいけどさ、複数体相手になってくるともう無理だ。畜生、わー、複数体どころか3体もいるじゃないか。違う、4匹。てかここを歩いてるやつらって全員敵なの。バレてない、バレてない。1人ずつ始末していく。あ、待って、折り返し通行にご協力くださいってか。え、なんでバレたのですよね。バレてないよ。そう。さあ行こうか。さあ行こう。風に乗ってね。アルカーナーパス。よし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 。やったの勝ちだもんね。さよならバイバイ。また引き三角さよなら四角。私は逃げたいっす。お尻刺された。痛い。やばい。あいつなんか飛び道具持ってやがる。卑怯の塊や。お前一人で来たんだな。どれだってお前怖くないもんね。うれうれ。死体を漁ってやるじゃねえか。なんだ、増強の。わ。よし。あいつは俺のことが分かってない。後ろから蹴るとかないよね。実は挟み撃ちでしたとか、そういう怖いよじゃないよ。よし。あ、仲間に向かってってるみたいですね。ギーレットなのかな。ゴドリック、え、ゴドリック、やっぱりハリーポッターじゃねえか。いる、あれ取ってきた。ああ諦めて帰ってった。あいつあれだよね、カッチカチじゃないよ、大丈夫だよね。カッチカチやぞじゃないからいいよ。よし、じゃあやりに行くか。なんか一人さ、すげえごっちごっち熱がいたじゃないですかさっき。あいつみたいなのがいたらもう終わりなんだけど、まあ。てか死んでる、誰がやったの。でした。お邪魔しました。また来てね。なんだ？敵集団の撃破。
やった、お手配に至る状況から、やった、集団撤去、はい、パタッと。これ集団だったんだ、一応。あ、なんだ、なんだ、あ、メッセージが。メッセージと、で、そうで、足なんか出るみたいな、ゴドリック。免疫力は下がるけど、雷、重量はちょい上がるのか。まあ、いいんじゃないですか。あ、でも、そうすることによって、あれなのか、走るスピードが遅くなるとか。いや、んなことはなさそうだったな。よし。オーケー、じゃあ、いい感じで、集団も撃破したところだし、こんな飛べるようになったら、ダンクとかし放題なんだろうな、本来な。よし、素材取ったら、ブラッカーさん。オーケー、じゃあ、一旦こちらで終了させていただきましょう。なんかさ、でっけーなんかを。あれ、そもそも何？指読みの棒。で、ボロや、折れた娘？あ、心が折れた娘ね。折れた娘ってなんか物理的にやべえじゃねえかと思ったけど、そういうことじゃないですね。オーケー、じゃあ、一旦こちらで終了させていただきたいと思います。これが果たして進んでいるのかどうなのかっていうのはちょっとわからない世界なんでございますが、また次回バトルをお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。